回はですね、お金とか豊かさについての本質についてねお伝えしようと思うんですけれども、まあ、その音声教材を作ったっていうことでお伝え、前回したと思うんですけど、豊かさの本質っていうのはそのお金とか紙幣とか交換にこだわってしまうと非常に狭い部分しか見てないことになってしまうんですね。でお金とか、お金っていうのはですね本当一部なんですよ、豊かさの。お金の多い少ないにこだわっている限り、非常にこうゼロサムゲームというかしんどい、部分がいっぱい出てくるわけです。競争に陥ってしまったり、自分が多い取り分多くて相手が減るとか、そういう競争の世界になるんですね。でこれはやっぱりしんどいものなんですよ。でそうじゃなくって、この世界すべて、僕たちが見る景色すべてが豊かさの塊であるっていう見方をするとですね、そしてもっと言うと見えない領域頃こそがその豊かさの本質であるということをですね認識するようにしていけば、またこうお金とか紙幣の見方っていうのも全然違ってきますし、そこに捉えられなくなるんですね。どうしても僕たちはお金の残高とかその通帳の残高にとらわれてしまうんですけど、そこが全てではないということなんですよ。でそこを見ている限りは本当にこの世界の一滴の水を見ているようなものなんですね。でお金の本質、豊かさの本質はそこにはないんですよ。その裏の膨大にある広がっている大河の方に目を向けなくちゃいけないんですね。じゃあ大河は何かっていうと、この見えない世界と見える世界が重なり合っている部分の見えない世界なんですよ。僕たちはその見えない世界にも生きているんです。同時に見える世界だけと思ってしまうんですけど、見えない世界も同時にここは存在してるんですね。でその見えない世界にこそお金の本質、豊かさの本質っていうのはあるんですよ。でそこを見ない限り、その見えるお金っていうものだけを見ている限りはその本質は見えてこないわけです。だからその裏側というか、見えない領域にこそお金の豊かさの、原因っていうのがあるんですね。だからそこから全て始まっているということです。だから僕たちは内側の認識を変えていくっていうことが必要ですし、お金を通じて実は見える世界、見えない世界全部を見ているんですよ。でそれは素粒子、物理学でいうとこの世界全てが素粒子からなっているっていうことですから、お金も豊かさも全てが素粒子からなっているっていうことを認識していく、その認識をしていただきたいがために音声っていうのを今回繰り返し作りましたので、かなり膨大な量になるんですけれども、またね機会があれば聞いていただければなと思います。ということで間もなく到着しますので、ここまでとさせていただきます。今回は以上になります。ありがとうございます。